はい。っていうことで、今日のゲスト、お久しぶりです。ちゃんまみさんです。久しぶりです。よろしくお願いします。<laughs> 僕らの声聞こえてます <laughs> 大丈夫です聞こえてます。ありがとうございます。こちらもよく聞こえてます。はい。あの、実はですね、あの、この番組、2度目のゲスト初なんですよ。<laughs> そうなんですね。<笑><笑>ずっとなんか、ね、なんかね、あの、なんちゅうの 変なこあるじゃないけどもう1回、はい、1> あの,なななあの毎回あのなんか2回目お願いするのを何て言うのかな自分あれなんですよ <laughs> 自分の中で止めてたんですあのできる限り新規開拓をし,し,していこうと思ってて、はい、で、うん、ちょうど先月ぐらいからそろそろ1年経つし、はい、番組的にそろそろ2回目 2>、うん 面白そうな <laughs> 読んだら面白そうだなと思って <laughs>、はい、<laughs> そしたら <laughs> すいません声かけちゃいました。<laughs> <laughs> <laughs> はい、<laughs> ということであのお久しぶりなんですけど <laughs> 番組聴いてる方には、まあ、まあ初めての方いらっしゃると思うんです自己紹介お願いしますはいえー、っと私は西島まみと言います。はい えっと、ちゃまみって呼ばれてます。えっ、うん、と、仕事は助産師をしながら、助産師なんですけど、うん、今は、あの、看護学校の教員をしていて、うんうん、で、うん、コーチングをその中で使っている感じです。はぁ、あ、ですよね、お忙しい <laughs>。もうだいぶ環境変わったんじゃないですか <laughs> うん、めちゃくちゃ変わりましたね。はぁ、あ、すもうど,ど、どんな感じで、ど、ど、どこが変わりましたもうど。なんか、その、教員、 になるってこと自体が私の頭の中には全然なくって。なかったことが起きたのそうなんです。<laughs> なくって。うん、でも看護学校とか病院とかにコーチングを導入したいんだっていうのはあったので。おっしゃってましたね、前回、ね。はい。うん、で、それをなんか周りに言ってたんですよね。はい。そしたら看護学校で働いてる友人から、はい。ちょっとうちの学校で一緒に働かないかって声かけられて、 はい、で全然あの通える範囲な距離だったのと、うん、その直接学校にこう勤務ができてその教員たちにもできるし学生さんたちにもできるって、うん、そのあすごい夢になんか一歩近づくなと思ってコーチングが使えるってことですよね。 はい。はい。うん、で、まあ、コーチングを、なんだ、授業に入れたりとか、うん、なんかセミナーをしたりとかっていうのを、なんか将来的にそこでできたら、うん、はい。なんか最高じゃんっていう思いが。最高じゃん。<laughs> <laughs> 最高じゃん。ですよね、最高,最高にやりたかったことですもんね。そう、そうなんですよ。<laughs> えー、すげえな <laughs> そうだから口に出して言うってなんか大事だよって言うけど本当だなと思ってはあど,どのような縁があったんですかこうまあお友達がコーチンああ看護学校でのす教師だったんですか、はい、教師の方で、うん、もうなんか長,い長く働かれていて、はい、で、うん、と私はそんなに知り合ってどのぐらいだろう そんなに何年も経ってるわけじゃないんですけど、うんうん、なんか一緒に産、あの、助産師としての夢の産後ケアもやりたいっていうところでこう、つながった方で。つながってて、つながってはい。はい、で、まあ、その、そっち産後ケアもやりたいんだけど、でもコーチングを導入したいんだよねっていう話も、なんかちょこちょこしてたら、はい、なんか、うちで働いてみたら、なんか、良くないって言われて、うん,うん。だ全然なかった。 あの、構想になかったところにポンってこう、想定外のところから来たので、はい、ちょっとこう受け止めるときに、フリーズしたんですけど、フリーズ、うん、はい。うん、止まった。ったでも、うん、そう、止まったんですけど、でも待てよって思って、そもそも看護学校とかに行きたいんだったら、<laughs> うん、やりたいんだったら、もろそこに関われるはい。それはなんか、 え、断る理由ないよねって。<laughs> ってほほほほほ。なって。うん。はい。で、面接2回とか、筆記試験とかを経て。はい。採用していただいて、この4月からお仕事させてもらってる、はい、ですよね。あ、先生の、はい、ちゃんまみさんってファス、フェイスブック。<laughs> そうなんです。<笑><笑>え、そんなこと言ってたこの人と思いながら。<laughs> <laughs> いやいや、 でもまあせまあちゃんとコーチング使える環境にいけたわけですよね。そうですね。うん、なんかまだこうしっかりワンワンワンっていうよりもうん、うん、なんかあの一人一人と関わる中で、はい、なんかえ今どういうふうに思ってるのとか何イメージしてるとかうん、うん、でちょっとなんかフリーズしちゃうので今何が起きてるみたいなそのこう関わりでちょっとポイント的にこう。 で出して使ってるみたいな感じなんですけど、うん、うん、いいですね、うん、うん、そう,うたん、たまらん生徒たちの反応は、<laughs> 生徒さんでそうですね、なんだろう、まだ私っていう人物をなんだろう分かりきってないので、うん、うん、うん、なんかお互いまだ手探りな状態ではあるんですけど、はい、でもやっぱりそうですね、なんか同期が 学生にこう「西島先生どう?」みたいなことを聞いたら「うん、でもなんか優しくてめっちゃいいです」みたいなことをこう言ってくれて「いやもうそれはね今だけだよ」って思ったんだけど「そ <laughs> れ <laughs> はな今怒るところがないので別に。うんうん、うん、うん。注意するところもないし厳しくやる場面でもないので、うん、一緒にあの看護研究っていうのをやっていて。はい それをこう3人受け持たせてもらってその方たちとこう論文を仕上げるっていうのを伴走する感じなのでもう一度お願いします学生がえと過去に実習に出た時の事例とかをこう記録に残していてでそれをもとに自分で研究のテーマを決めてで分析考察みたいなのをこうまあ論文を仕上げるんですよね。の過程を えっと一緒にあのサポートしてみたいな。うん。じゃあ、もみさんの経験も生きてきますか、うこういった場面で。そうですね。まあ、だいぶちょっと、私が研究やった時は過去なので、あれなんですけど、うんうん、でも、やっぱ自分、何が伝えたいのっていう、こう一番伝えたいっていうのを、やっぱり軸で持ってないと、どうしても論点がずれてきちゃうので。うん、生徒さんがですか生徒さんそうですね。うんうん、はい。うん なので、こう、一番伝えたいことは何って、本当にこれが痛いのみたいなところで、の、なんかこう、大事な部分っていうのは、ぶれないように、こう、なんか、修正、都度修正するみたいな、はいはい。感じの関わりをしていて、うん、コーチングじゃん、これ。そうですね。<laughs> う,うん。はい、うん。はあ。やっとコーチング学んでたの生きてきてきました生きてますそうですね。学んでなかったら多分そういう、 関わりはしてないなと思って、表面的な、こう、さらっと、期日までに出してね、みたいな、感じで終わってたと思うんですけど、うん、なんか本当にこれでいいのあの、本当に言いたいことこれってこう、突き詰めて聞くって、多分、コーチングを学んでなかったら、そこまでは多分、できてないと思っていて、から、行か、かせてるな、 って自分の中では思った。うん、そうですね。行かせてます。な、ティーチングになっちゃってたかもしれないしね。自分の経験も、ね。はいはい、うん。<laughs> これから、<laughs> な,なん、ちゅんです。<laughs> ど、どんな先生になっていきたいですか。<laughs> <laughs> そうですね。うん、なんか、これから来月からもう実習に入っていくので。はい、優しいまんまじゃなくて、やっぱり。 うん、うん、ここは、なんか、緩かったらダメだよねっていうか、うん、ここはちゃんと、なんて言うんだろう、まあ、守ってもらいたいっていうか、うんうん、そこは何しないでしっかりしてねっていう、なんか自分の中でのこう大事にしたい軸みたいなのは持ってたくて、うんうん それ、それを大事にしながら、なんかこう、生徒さんたちと関わっていけたら、いいなって思って。今、塾って言ったけど、ちゃんと具体的に言わなかった。もう、もう、も <laughs> やもや、こっちは。<笑><笑>塾、<laughs> そんな大事なものをこ、をちゃんと言わないのよ、向井は。って <laughs> <laughs> 言わないのよ <laughs>。<laughs> <laughs> そうです、そうです。うん、軸、<な>あの、うん、なん、なんて言うんですかね。例えば、患者さんに影響が出ちゃうような、はい、こう、ね、ケ,ケアというか、うん、学生が関わったことで、うん、結果的に、ね、患者さんたちに迷惑かかるとか、影響が出てしまうとか、はい、なんか、そういうところでは、やっぱり、そこは許す私が許し、 ということじゃないっていうか、なんていうんだろう。許せないそれは。やっぱり、患者さんがいるので、うんうん、そこに影響を与えちゃうっていうのは、やっぱり、いい影響を与えたいわけだから、看護ごとしたら、そこに影響しちゃうな例えば自分のこう、なんか、遅刻だったりとか、はい なんかこう検査の約束、検査が入ってるのにそこに自分が勉強してこなかったからなんか準備不足でとか、うん、そういうのはちょっと自分の中で許せないなっていうのがあるので、うん、それ、そのこう軸は、たとえこう学生さんに嫌われたとしても、うん、それはぶらさずにちゃんとそれはそれで、うん、伝えていかなきゃいけないなっていうのは思っていて。うんうん、はい、うん。いやもう、今、<laughs> だってそんな強い思いがあるじゃないですか。許せないとか。そこはちゃんと。そこは伝えていきたい。そその思いはもうどこから来てるんでしょう。<laughs> その思いはどこから来てるんでしょう。うん。価値観、大事にしてる価値観っていうのう,ん,、ね、うん。やっぱり、だろやっぱその、こう。 命に直結してるっていうのはやっぱりあ,、はいうん、あるので、うん、なんかこう、えっと、病院にいる自分じゃない、そのなんかプライベートの自分のまんまで来てほしくないうん,なうん、な面白い面白い。白いうん、なんかこうル、ルーズな、プライベートでルーズは別に全然いいんですけど、その延長でその実習に向かわれると、うん そのルーズだから、例えばこう、勉強が間に合わなかったとか、はいはい、の患者さんを待たせてしまったとかっていうのは、うん、やっぱそれは違うと思っていて、うんうん、だから自分がだらしない生活しようといくらでも、それは別に構わないんですけど、うんうん、それがやっぱりこう、実習場で、なんかその感じで来ちゃうと、うん、やっぱり、あの、周りの指導してくれる看護師さんたちも迷惑かかるし、うんうん、一番やっぱり患者さんが、 ね、こう、目はかかるのと同時に、やっぱり、信頼も失われてくると思うので。そこはちょっと、うんうん、しっかり守ってほしいなっていう思いがあるので、そこに関しては、なんかそこに触れることがあったら、厳しくなっちゃうなと思います、うん。うんうんうん。それはちゃんと伝えていきたいわけですよね、うん。はい。うんい。いや、すごい。<laughs> <laughs> い,やいや、それ軸、軸、うん、大事ですよね。<laughs> うん。 制限をしっかり伝えていってほしいですはいあのコーチングなんか宮越さんのところで学んでますよねはいマナー去年の12月に卒業してう、うん、で認定コーチになって 1>、うんうん、で1月からあの次の期の、えー、とサポートをさせてもらっていてそう僕も本よく読むからすみません個人的に聞きたいこと今聞きちゃった <laughs> いやー宮古さんの本とても勉強になったらな,なれるんじゃないですかはい、ああ、そんな付き合い長いんですね。はい、そうなんです。はい。<laughs> ありがとうございます。<laughs> ここであのリクエスト曲いきたいと思うんですけど、曲紹介お願いします。はい、あーえっ、ー、と、曲の紹介はあんまちょっと詳しくないんですけど。<laughs> <laughs> 歌手名とは 所名もあんまわかんない。ミシェル。<laughs> ミチェル。レイチェル。レイチェルさんはい、レイチェルさん。バイクサングはい。はい、お願、はいしますこ。これ、これなんか聞く、聞く、なんかあの、友達に紹介されて、<laughs> なんかき初めて聞いたら、うん、すごいなんか気持ちがこう、落ち込んでたのが、うんはい いやいやいや、え、自分こんなもんじゃないよ、できるよね、みたいな。うん、すごいこう、パワーをもらえる曲だなと思って。はい。からこう、ちょっと元気がなくなりそうな時とかに聴いて、うん、なんかこう、高めてる、自分を。はいはいはい。パワーンてるわけです、ね <laughs> はい。はい、そんな曲です。はい。よろしくお願いします。ございます。元気が出る歌っていうことで。はい。はい はい、はい、<laughs> もう緊張し <laughs> 大丈夫, <laughs> 大丈夫ここからはちょっと、はいあのまあ、聞き役、話し役、交代っていうんですかね、リ,リスナーさんに言うあのあれの、分かりやすく言うと、はい、逆でいきたいと思うんですけど、ししゃべります <laughs> いやラジオをいた人、友達にね。 お前、うなずきだけで1時間やってるだろって言われて。合図 <laughs> い合図あ合図ち, <laughs> ちばっかりして、ね。<laughs> お前、合図ちしかしてねえじゃねえかって言われたんだけど。<laughs> 今日は喋るぞ。<laughs> やば。と <laughs> <laughs> いうことで、すいません、ちゃまみさんでいきますか。<laughs> はい。はい、えー。えー、え、じゃあ,あ、いいですか、大丈夫。もうなんか始めましょう。うん。はい。はい、えっと。うん。じゃあ、えー、っと、 どうしようし首ぎもはないないないんですよね。こなっちゃうけど。ないですね。え今日はじゃあ何について話したいですか。何について話そうかな。先週だから宮古島トラウマさンがあって。あそうそう。はい。うん、あのそれかあの海で溺れちゃって来年来,来,、うん、来,来年に向けてどうしようかっていうのもあるし。はい。 あとは今日はテニス大会だったんですよ、うん、見ましたはい、はい、テニス大会でもう, <laughs>、まあ、もう聞いてないから言,い言おうと思うけどイライラしちゃって今日パートナーに <laughs> なんでですか <laughs> もうもうもう攻める文句言う攻めるああしれこうしれ言う、うん、ああじゃないこうじゃない言うもう,うん、うん なんかミスしたらラケット投げたりしやがってん<ー>なんだいい大人がテニスごときで向きなってと思ったりして <laughs> そんなことがありましたそうなんですね、はい、そっか、うん、えー、なんかどどっちどっちが話したいですかどどっちどっちち、うん もっと言いたいのは、うん、この脳の筋トレラージオをどうするかとかね。<laughs> っていうのはあって聞きたくなっちゃうんだけど <laughs>。っていうのはあって <laughs>。なんか、ねえ、筋トレラーのコーチングってなに今後の展開とかも考えてみたいなとかありますね。はい、うんうん、そううん ね、<laughs> どれがいいんだろうどれがいいかな <laughs> どれがいいかなあどうしようかなあやっぱあでもやっぱ宮古島トライアスロンちょっと考えます。僕はいあはいはいじゃあもうちょっともうちょっと詳しく聞いてもいいですかはいいやあのまあ まあまあ大,まあ、大変なスポーツなんですよね、うん、スイム3キロ、自転車127キロ、うん、最後、フルマラソン走って、大変な競技なんだけど、はい、まあな、今さらがら、自分、なんでこれやってんだろうって <laughs> え。えどういうことどういうこと <laughs> やよく考えれば、別にやらなくてもいいじゃないですか、こんなきついのって。<laughs> うんそう な <laughs> <laughs> んでやってんだろうとかいろいろ思うしうんうんねで今回、ね、海で溺れて危険な目にあってねうん、うん、それでも今度まだやり続けようと思ってるしうん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 そこにはななるほどはいそっかうんうん、うん、大丈夫話してもらって。 いや、なんかそこにはな何があるのかなとか、うん、いろいろ思うんですよね。うん、うん、なんか最初にこうやろうって思ったきっかけってな、うん、なんんんかかかど,どんなきっっけだったんですかやろうと思ったきっかけはもともとそういうトライアスロンっていうのがあるのはしてたんですけどすごい、はい、過酷な競技が。でうん マラソン大会であのこ,のこのトライアスロンをやってる人と一緒になってトライアスロンの中にはマラソンもありますからだからマラソン大会にだけにこうトライアスロンの人も来るわけで、まあ、そこである人にこうあのお前ならできるよって言われたんですよ。 やったこともないけどまだえで,できるのと思って、はい、そ,それからちょっとやってみようかなって思った、うん、最初はそれですね自分のことをよくよくも知らない人がトライアスロン、はい、まあその人8回9回ぐらいトライアスロン完走してる人だったんですけど、まあ、すごいアスリートの方だったんですけど、はい まあ初対面の僕に向かってお前ならできるよって言ってくれて、うん、はいはいはいそれでちょっと矢印が向いた感じかなそこにピュッと、うん、うんうんうんえお前ならできるよって言われた時どんな気持ちだったんですかえ俺できるの <laughs> クエスークーョンマなんで俺ができると思ってたのと「もうできるんだ俺」って思っちゃったあできるの、うん、だって8回も完走してる人に言われたら「俺ってできるんだ」と思っちゃうよね、うん、そうね確かに、うん、確かに、うん、その時泳,げも泳ぐこともできなかったけど金槌だったけどそうだったんですねうん、うん、そうそうそうできるまあでもでもピュってできるんだって思っちゃったね、うん そんなこと。なるほど、なるほど。えー、なんか、なんだろ、今回参加して、はい。なんだろうな、こう、本当は、なんかこんな感じだったら最高だったな、とか、なんか、いう、イメージだと、どんな感じですか今回は、うんうん。もう、スイム3キロは、 まあちゃんと泳ぎきってで次、自転車競技なんですけどこの自転車はだいぶ練習したんでまあも時間的に余裕を持って完走走りきってでランはあの笑顔で笑いながら走ってゴールできてればまあ都の子供たちと触れ合いながら走れればいいなと思って。 ました。うん,うん、うん,うん。そう,そうか、そうか、ん。最後はその子。うん、なんだろう。笑顔で走。そう顔で走り切って。うん、うん,うん、うん、うん。楽しくでき。はい。できればいいな。いいなと思っ、えー。そう、それ。それって。本当。え <laughs> <laughs> <laughs>、で。走本当。っていう。うん、笑顔で。まあ、それ言われたら、本当かどうかな。うん。 そうかうんそうかうん面白いなそれってほんとってやつだからねほんうん面白いはあはあそっかうんなんか違うかもな <laughs> なんかなななななんかね き気持ちの部分でもっとたうん、うんうん、そうだねなん,か <laughs> なんか足らなかったかななんだろうな足らなかったうん,なんだろうななんだろう 何したかったのかなわ <laughs> かんなくなってきた。<laughs> 俺何してきたんだっけ宮古島で。<laughs> 何の大会があったで。記憶がわからんなくなってきた。<laughs> <laughs> なんかき、きっとその笑顔で走る、うん、先になんか、もっとこう大きな、うん、目的っていうか、うん、何かがあるんじゃないのかなと思って。なんかい,んいやー、やっぱあの、うん、こう、 かやっぱ完走して、うん、やっぱこのこうや,っぱやっぱ練習中とかもやっぱずっとセルフコーチングしてるじゃないですか自分で、はいうん、その使ってるのを話したかったっていうのもありますねこう自分でこうやってまあ日々のトレーニングでここを伸ばそうとか、うん、まあいいなればこう自転車競技123キロあるんですけど これを今回は6時間以内に走ろうという目標を持って平均時速を25キロ以上で走れるようにトレーニングしてたんですよそういったのをちゃんと計画して練習してたんで、うん、だからそういったのがうまく、ね、レースでやってればよかったんですけど、うん、結局、自転車乗らずじまいだよ <laughs>。 宮古島まで運んだのに <laughs>。でもね、今回は、まあそうだったかもしれないけど、はい、それ、それ、それ今回のことはちょっとまあ脇に置いたとして、うん、なんだろう、こう、そトレアンスローナンするにこう、参加することで、うん、なんか、な、何を一番こう、得たかったんだろう。あのー、 やっぱ日常と違う人たちと会えるじゃないですか、はい、もう普段、うん、普段のこう生活で会えない人たちだから、スイム3キロ自転車1 2 5キロ最後フルマラソンこと,とんでもない競技の練習をしてきた人たちがこの一堂に会するわけですよ。うんはい、その場が大好き <お> <laughs> そうなんだすっごい大好きあの、えー、一体感っていうかなあ,のあれですよあのコーチングでいう「認め合う」ってやつですよ、はい、ここにお前はいるってはい、はい、このレースに出るってことはそれなりの練習してきたやつだよな、うん、お前もそうだよな、うん、お前もそうだよな、うん、頑張ってきたよな、うん、みんなで頑張ろうな、うん、やってきたんだろうっていうあの風空気が大好き。 えーうん、そうなんだ、うん、そんなちっちゃい小バカにするとかさな,な,、うん、な,なんていうの、うん、なんかそんなのもないしななもうちな,なんていうんだろうちっちゃいなんかよくこ,この普段の生活でちっちゃいマウントの取り合いとかあるじゃないですかはい <laughs> あの会社とか人間関係とかそ <laughs> んなのもないし。<laughs> ああいうの嫌いだなち <laughs> ちっちゃいいいマウントの取り合い、うん、<laughs> <laughs> ああいうのもないしやっぱ認め合う関係が集まって一緒にレースに出てみんなで完走しようっていうのが大好きだなああいうメンタリティーの人たち。うん、なるほど。えー、なんかこう例えばそのこう好きなその場が好きっていう中でも。うん この場面が一番痺れるっていう、その、例えばカメラでさ、撮影するとしたら、どこのシャッターを下ろしたら、なんかど、どんな場面痺れる。うん、もうここやっぱたまんねえよなって、その、その場の雰囲気自体もいいんだけど、うん、この瞬間最高だぜって言ったら。あのー、最後のマラソンコースは、こう、はい、あの、折り返しなんですよね。 20キロ行ってこう20キロ戻ってきてこう折り返しなんであの、はい、選手みんな顔合わせるんですよ折り返しのコースなんでねこうやってすれ違うんで、はい、そのすれ違う時こう同じこう顔見知りの人たちと、えー、まあなんていうのアイコンタクトっていうのこう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 ,こうこうこうやる瞬間 <laughs> お互い。<laughs> あの瞬間かっこいいよ <laughs> <laughs> お,前お前こんなスポーツやってバカだなお前もバカだなみたいな <laughs> <laughs> えー、何そな <laughs> なんていうの <laughs> そそんてのそそ感じのー <laughs> そっか、うん、その瞬間がたまらないいいんだたまらないななんか。 一体感っていうか連帯感、うん、一体感連帯感うん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 一体感連帯感もうん、うん、いいねいいねえー、なんかこうなんか感情で言うとなんかなんだろう何が出てくる幸福感,とか感情で言うか,かそっか感情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 で言うとなんだ すれ違うときなんだろうね。なんだ。かな。ないや満足感みたいな感じだな。<ー>すげえ。うん、その瞬間に満足したのよ。人生のその瞬間。<laughs> うんうん,うんはいはい、ま。満足してるな。<laughs> 満足感。うん満足感だ。うん。なんかいい人生歩んでるみたいな感じになる。うんうん ええ、すごだ<た>えーすごーえー、どんな、どんな表情してるんだろう、その時って。ええ、なんだろう。俺ってかっこいいだろみたいな。お前もかっこいいな。<laughs> 俺もかっこいいよ。みたいな。<laughs> <laughs> <laughs> そんなこと思ってるはず。思ってるな。うん。お互いに。お互い、お互いっていると思いますよ。 うん、お前も頑張ってるな、うんうん、俺も頑張ってるよ。頑張ってるお前かっこいいな、お前もな、うん、みたいな。<laughs> <laughs> な,るなるほど、なるほど。そんな、そんなのがいい,い,いんだね、やっぱり。うんうんうん、いいですね。なんかこう、また何年後とかに、もう、計画っていうか、なんだ、予定はあるんですかあ9月,9月ににうん、うん、さらに 大きなトライアスロン大会があるんですよ、うん、9月に、うん、北海道に北海道にちょっとこれはスイ北海道アイアンマンアイアンマン北海道っていうレースがあってはい、はい、9年ぶりに日本で開催されるんですけどん、うん、もう勢いで申し込んじゃったそうなんですスイーブ3 8キロ 自転車180キロ、<laughs> 最後マラソン42キロ、<laughs> <laughs> トータルで1日220キロ移動しないといけない <laughs>。とんでもねえよと思いながら。<laughs> これなんで、申し込んちゃった <laughs> <laughs> え。約5か月後そうですね、5か月後ですね、140日ぐらいある。 なんか5か月後そのなんか大会を迎える前日当日かはいどんな状態でその日迎えられたらなんか一番ベストどんな状態自信持って臨めたらいいなもう今日はいけるっていう今日はいけるじゃない、うん、今日は今日は今日一日うんやるって決めてきたって これをうんやってやるっていう気持ちで望めたありますねうんうん自信が持ててる状態はいいいっすねいいっすねそうかちょっとここで CM2 入れます。お願いして負けました引き続きちゃまみさんにコーチング的なコミュニケーションでやっていきたいと思いますお願いしますはいはいえっとじゃあもうえっと9月うん何日ですか9月 10… 20?18 日ぐらい 2>, うんうん、2週目、3週目ぐらい。はい。3週目ぐらい。うん、もう、だから5ヶ月後の、うん、えっと、もう、当日を今迎えてる状態だと思ってもらいたいんですけど。もう <laughs> うん、うん、そう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 ,そう,そう。思って。私も <laughs> トライアスロン終わったばっかりなのに。<laughs> <laughs> そうそうそう。<laughs> 思って。<laughs> うわ思って。もう、思う。うん、<laughs> イメージしてもらって。はい。なんかさっき言ってた、自信持って、 られる状態って言ってたんだけども、うんはい、なんか具体的に自信持っててる状態ってどんな状態あーそっか今回ちょっとス,スイムでちょっとあの、うん、失敗したんでうん、うん、あのまず今回ちょっと波高かったんですけど宮古島そういう時は集団で泳げないといけないわけですね で、うん、僕、集団、あのあれ大変なんですよ、泳いでるとき、叩かれたり、蹴られたり、あの泳ぎながら叩かれたりあのもう、こう、千五百人いっぺんに泳ぐんで、隣の人に叩当たったり、蹴っちゃったり、あ、うん、だからそれ嫌だから、うん、自分、こういつもその集団から抜けたところで泳いでたんですけど、うん、はいでも、今回でもう、 自分はそれをその泳ぎ方を卒業しないといけないなと思ったんではいもう次回からこう集団、まあ、水泳、スイムのバトルっていうんですけど、はい、あのストライアスロンのようで、うん、そ,それにも入っていってちゃんと長距離泳げるようにならないといけないんで、うん、それを練習し,しようと思ってその、うん、北海道 のアイアンマンレースンまでにはそれができて自信持ってスイムに臨めるようにしたいと思ってますうん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 んかそっかそっか、うん、なるほどなんかじゃあもうそそれそこ自信持ってそこに関して練習して、はい、自信持ってて、うん、今度ど,どんな気持ちでそこに立ててるんだろう気持ちはやっぱあっとね このアイアンマンレースってこう世界各国でこう日本であったりドイツであったりっとイタリアであったりアメリカであったりいろんなところであって上位の30人が年に1回行われるハワイのコナ島である世界チャンピオンシップっていうレースに出れるわけですよそこが最高峰のレースで。へえそうなんですね。そこに行きたいん の、将来的にはねうんうん行き <laughs> たいの <laughs> だから今回初めてアイアンマンレスロングのやつ出るからはい世界へのスタートだと思って立ちたいあ<ー> <laughs> あーそうかそうかののなるほどね人生こっから世界へ進出へのスタートだと思って立ちたいうんうんうん、うん うんうんうん。うん、いいね、いいね、いいね。そっか。なるほど。えー、じゃあなんか、どうだろう。なんか、泳いでる、泳いでる時の自分って、こう、今回と、なんか、どう、どう違うかな。いや、あの、殴られても、はい。 殴っても気にしない自分でいたいい <laughs> <laughs> 気にしないで行くでそれあのもう、うんうん、耐えれ耐え、うん…気にしすぎちゃうやっぱ負けちゃうなと思ってうううんうん、うん今回ケリが思いっきり後ろの人に入っちゃったの分かってあの…スイムで<笑><笑>自分の足が完全に後ろの人の溝落ちからどっか入ったもう食い込むぐらい蹴っ,っちゃった <laughs> ごめんと思ったけど、後ろそんな謝ることもできないし。そっか。うん、<laughs> そういうのを気にしないでいく。はい、真ん中のスイムですえ、どうですか今、ここまで話してみて、はい、なんかこう、気づいたこととか、感じたことを教えてもらってもいいですか気づいたこと。 感じたことうんあ,あ,、うん、あのやっぱ今回の宮古島のレースでのまあ失敗をこの9月のレースに生かしていきたいなっていううん今話してもまだまだ練習するべき、うん、練習した方がいいことはいっぱい出てくると思うんで。 うんうんうんそうですね。つなげて、まあ失敗は成功につなげていかないとなと思いましたね。うん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 。そっか、そっか。今回の失敗って思ってることを次につなげていきたいなって。そうですね。うん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 そうしないとね、やっぱ、これ、ね、人生面白くないよね。ちゃんと生かしていかないとね。や やりか自分の人生でやり返さない、うん、うん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 やり返すいいですね、うん、すごい、はい、そっかなんかどうやうこの短い時間だったんですけど、はい、なんかこうこのセッションの中で起こったこう前向きな何かちょっとした変化でもいいんですけどいくつか教えてもらってもいいですか前向きな変化うん、うん あのいやあの宮古島の失敗はまあ今後の僕の行動で失敗じゃなくなるちゃんとそれを経験を生かせばね行動次第でね失敗じゃなくて成功へつながる実験っていうかねナイストライに変えられるからそういう風に行動していきたいなと思いました 他には他にはねほ他には他には前向きな行動の気づきですよねうんうん、うん、あのそうそう,そう申し込んでる自分ちょっとバカだなっていうか <laughs>、えー、なんでなんで <laughs> <laughs> そうなのよく申し込んでたなと思って <laughs> いやすごいと思ったけど私はすごいなって思いました <laughs> チャレンジなった勢で申し込んだのかな <laughs> いやでも呼ばれるように申し込んじゃったんだよねなんか行きたい、うん、<laughs> そうって、ね、去,去年も北海道行ったしあれ去年行って初めて去年,一昨年あ去年か、うん、北海道行って。 あので北海道行って、はい、あれこあまさかの北海道でアイアンマンレースあるんだと思ってだから行ったことあるからもうすでに北海道、はい、めっちゃあの壁なく申し込めて、うんうん、北海道行ったことあるし行けるやと思って申し込んでったつう呼ばれた北海道に呼ばれた <laughs> 北海道が呼んでいるある<れ> <laughs> そう <laughs> <laughs> そ,っかそんな感じ楽しいコーチングありがとう。<laughs> <laughs> いやずっと笑顔ですてはいコーチいや、この子、笑顔でぜひたくさんの看護学生応援してください。<laughs> はい 心の底から応援していますはい、はい、今夜のの効いているラジオコーチングって何はここまでです,すこのラジオはコーチングを通して皆さんに気づきを得てほしいと思ってます今日もゲストはもちろん私自身もコーチング的なコミュニケーションで気づきを得ることができましたこのようにそう気づくのはあなた自身ですあなたの気づきはあなたが気づくしかありません 今のあなたは他人の期待に応えようとしていませんか親や夫、妻、子供、友人など近い人に自分の価値観を合わせていませんか失敗を恐れてはいけません。他人の目を気にしてはいけません。古い価値観に縛られてもなりません。不安にさいなまれで行動しないのは最悪の結果を生みます。行動しないから不安なのです。生き方は自分でしか変えられません。私からの質問です。あなたはどういった人生を望んでいますか いつでも答えはあなたの脳の中にあります。今週の脳の筋トレラジオはここまでです。また来週。